今日からいいですよ。幸先いいですね。はい。では、見ていきましょう。31日。10月31日。はクローバー。あ、すごいいいことが、どんどんつながって、増えていく並びになっています。もう、お買い物、もう、バッチリですね。もちろん、あの <laughs>、 愛情面もすすごくいいですよお二人だけでの愛だけでなくお二人の周りも幸せに囲まれるようなもう全てにおいてラッキーデーですね10月3031ハロウィンですねさあ盛大に盛り上がりましょうもうね私がするとしたらもう魔女の格好しかないと思うんですけど いいですね。はい。では、肝心の11月1日月曜日から見ていきますね。いや、この運気の流れのままのり波に乗りたいですね。はい。あでも月曜日からはバッチリ切り替わってお仕事モードですね。責任感を表す白クマのカード出ましたので。 はいお仕事を頑張っていきましょう気合い入れてはいで、えー、2日火曜日にヘビのカードが出ましたのでこの場合はですねもう貪欲にお仕事に邁進してくださいもうね10月9月の今年度の決算も終わり、えー 運気的にも来年の10月以降は来年の運気の流れを予兆する来年の運気の流れにすでにあの10月から入っていますのであの今月の流れがそのまま来年の流れだと。 思ってくださいはいでは3日11月3日祝日にいいカード出ましたもうあのー、コロナの感染者数ももうほとんどの都道府県で感染者数ゼロも出てますのでぜひとも楽しく楽しい場所にお出かけしてほしいですね そんな楽しいカードが出ています。はい。で、えー、11月4日の音声見ていきます。4日は木曜日。あ、時計のカード出ましたね。何か楽しいことが切り替わるのかな ちょっと期限付きになってくるカードかな流れで見ますね。11月5日の運勢は、あ、井戸のカード出ましたね。えー、まあ、今現状の立場を深掘りするような カードが出てきました。ああ、この楽しい時間を味わい尽くしてください。的なメッセージかもしれないですね。あの。楽しいことはあっという間に過ぎ去ってしまうものですが、そこを味わって噛みしめて。 ずっと続くものではないと自覚しながら味わってくださいというふうにカードが出てますねはいえー、123456日の土曜日にお家のカードあー11月6日はお家の中で楽しんでお過ごしされるといい と出てます、ねうんまあ井戸のカードのねどちらかというと引きこもり的なカードになってきますのであまり移動せずに同じ場所にとどまって何か時間をかけてゆっくりと されれるといいいかもしれないですねそうかそろそろね旅行も行きたい気分ですが旅行運出ますかね。はいで7日の日曜日は女性のカードが出ましたので女性の友人とお出かけしたり会話をしたりあの一緒に遊んだりするのがおすすめと出ています。 11月7日おうちに呼ぶのもいいかもしれないですねそろそろね本当にあのー、コロナで長らく疎遠になってた方々をおうちに呼んで家で遊びたいゆっくりしたいですねで、えー、打って変わって11月8日にカンカードが出ましたのでその友人まあご家族かもしれないけれども その友人との楽しい時間というものもやはりあの人間である以上有限のものとして例えばあの年老いた親がおられる方は親孝行したりあの是非一緒にいる時間がいつまでも続くものとは感じないで今のこの時間を大切に感謝 でで過,過ごして欲していですねそんな風にカードが出ました。ああ、そうだね。はい。で、えーうん、その時間の過ごし方が今後のキーとなりますよということで、11月9日に鍵のカードが出ました。やはり、もともとご縁のある方たち、 ちゃんと感謝を述べたり、交流したりすることがあのあなたの未来を開く鍵ですよ。という風うにメッセージが出ていますね。やはりあの感謝の月になりそうですね。11月は。うんで、それは家族に限らず、あの自分を取り巻く大きな。 まあ会社だったり公的な市役所まあ引いて言えば国にあのまで範囲を広げて感謝することがあ,のあなたの視野を広げるいい機会になりますしそれはあなた全体の世界も広がるあの一つの きっかけになりますということであの感謝の範囲をどんどん広げていってほしいですねはいでそうしてるとまた素敵な方との出会いが訪れるでしょうとこちら11月11日かな 78って 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2日でした。失礼しました。11月12日にいい出会いがありそうですね。あの。お相手がおられる方はお相手様で。あのおまだおられない方はいい方との出会いが。 あのー、11月12日にあたりにありそうです。で今月のキーワードは何といっても感謝です。あの感謝の範囲を広げれば広げるほど人との出会いも広がりますというふうに出てますね。あとねちょっとなん,なんか今ちょっと頭よぎったんですけど。 後で思いい出したら言いますねちょっとあのー、いきなりお相手様のカード出たので急に恋愛の話に引き戻された感じだったんですけどちょっと全然別のこと考えてたんですけどお相手様カード出てちょっと内容が飛んでしまいましたあーそうそう思い出した <laughs> 思い出した <laughs> 思い出したあのねえ 皇族の方も2年越しの恋やっと実らせてあのお幸せになられましたよね。まあ、それに関連してなんですがあの国に感謝ということでちょっとそのことを思い出したんですがえっ、ー、とねそうちょうど言語が変わる。 時に記念通貨が発行されましたよね私ちょうどその日にあの大阪城公園に桜を見に行っておりましてでその時にあの平,平成じゃない令和の天皇の即位記念で金貨が販売されてたんですが。 あれから何年経つのかなもう令和が3年目だから3年前の出来事なんですけどその時10万円で販売されてた金貨は今すでにもう2倍近い価値を持っていましてやはり国というものはそういう皇室関係 においては国民の利益に当たるようなことを珍しくしてくれるんだなとあの改めて感じた出来事でした金が確かにあの高騰してるんですけどそれを10万円で販売してまあ昔のね 平成の時も記念金貨発行されてたけれどもまあ金の価値が上がってるので同じ10万円でも重さが変わってるかもしれないからもしかしたら令和の金貨はペラペラかなってちょっと心配にもなるんですがさすがに皇室が絡むとねそういったあの 普段の金銭感覚をやはり離れてくるものがありますのでそういう時にはぜひあやかりたいですがなかなかねあの記念効果というものは30年に一度なのでやはりあんな目の前で販売されてたんだから買っておくべきだったなと思いましてね。で普段 全然お金使わないんですけど欲しいものちょっと手に入れたいなと最近急に思いましてですねそのことをルラン・ルマンカードに尋ねようと思ったんですけど1枚目から素敵なカード出たのでやっぱりこれは OK サインなのかなまあねえ 一度きりの自分の人生ですから欲しいものぐらい一つぐらい買わせてもらおうかなまあちょっと今日のリーディング見ながらいろいろそんなふうに考えていますとにかく感謝の気持ちであのー、物事に取り組まれるとあのー 自分が出したものは全部返ってくるんですよね。で、やはりい、e、いハードを出せば、あのー、それなりの素敵な人も現れますしまずは、やはり、周囲に対する感謝を大事にしてほしいですね。はい。で、お相手様のカードの次の日。 日日土曜日合ってるかなこれ。ちょっともう一回数えますね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13日、土曜日合ってますね。ということはいや、違う違う違う。これ31日だから。 これ12日でしたね。やはりお相手様11月11日ですね。あの、語呂もいいので、今月の11月11日、あの素敵な出会い、楽しみにしておいてください。で、12日、次の日なんですが、ちょっと迷いが生じる感じでカードが出てしまいましたね。その、お相手様との間に何か、あの、 再会の喜びもつかのも何かちょっともやっとすることが起こるかもしれないです。えー、で、次が13日の土曜日。はい。ああ、そのもやっとした出来事は徐々に、あの、膨らむかもしれないですね。うーん 何かご体調面に不安があったり、まあ、あの、そうですね、お相手さんのことに関しての心配事が結構広がっていくような並びでカーブは出ていますね。で、えー、こちらも あの11月前半で見ていきますので、うん、ちょうど14日の日曜日がキリがいいので、あのー、14日までを前半としてまた14日に11月の後半の運勢のリーディングをしていきたいと思いますがちょうど最後の11月14日にお待ちかね旅のカードが 出てきました。今月旅行に行くなら11月14日おすすめです。11月14日に、えー、お出かけす,する、遠方へお出かけする旅行カード出ましたので、旅行運は11月14日おすすめです。恋愛運は11月7日 男性の方のか女性のの方方は11日、女ですね、うん。いいですね、この11日以降、ちょっと運勢の方がね、心配な流れにはなってきているんですが、あのー、う、まあ、今日がす,あのすごくいい日なので、今日と明日、最高の土日になりますね、こっちだ、土曜日。 こちら日曜日。今日、まいた種が、あの、明日、どんどん、あの、育っていく、というふうに出ていますので、お買い物、ちょっと行ってきます。あの、お出かけしてきます。いいカード出たので。はい。では、あのー、すごい素敵な11月前半、11月前半と言わず、10月の、 最後の2日間もあのすごくいいカードが出たので是非楽しいことデートあのご活用ください。はいでは11月前半のルノルマンカードの音声以上になります。また、えー、11月14日に後半でお会いしましょう。